おそろい、いいやん。ココロくんが買ってきたものはこちら、オニオンスープ。いじめや。うん、ちゃんとやろうくんも。いつの時もごちそうさまでした。おはよう。おい、おはよう。おんぶで借り物競争の動画をさ、今日コミュニティに出してさ、第2回しようと思ってさ、よくよく考えて、自分より軽い人をおんぶして、借り物競争して、自分より軽い人7歩しかおらん。私より軽い人おらん。7歩も超えたの、うん、一番軽いの今家族の中で。あ、私参加できねえや。なんかおかしいな。やる気ありませんよ。今日の予定決まってないんで、もうなんか何でもいいかなと思ってます。今日はせっかくのゴー君休みやからな。ミネは誘えんしな、なんも。いやー、ほんま私ニキビも何もできへんな。肌強く産んでくれたんで。今日はね、日曜日だから、つむつむね、上位に入るために1億出しとこうと思うよ。久々にね、つむつむやっとこうと思って。お前ら集まりよって、俺が歩けば。欲しいか、お前ら。七波も心も人の布団に入り込む。七波は光るので、心は七波の。あ、昨日ね、プール銭湯行ってきました、心くんと。サウナ、サウナ入って、水風呂入って、サウナのね、人のいいコースで、なんかタイミングがちょうど良かったのか。で、やっぱね、あの運動を最近ね、こう運動してるっていうか、まあ、動いてるだけあって、汗かきやすいし、すぐ汗出る。なので整いました。日曜日、違うな、何曜日、日曜日か。日曜日の8時です。おはようございます。昨日さ、寝れんくてさ、布団に入ったのは1時半ぐらいやねんけど、寝たの3時ぐらい。全然寝れんかった。でも3時、3、4、5、6、7、8、5時間は寝てるから大丈夫。今日はね、ゴーくんが用事があるから、そろそろ起きなあかんねんけど、寝不足なんでね、ギリギリまで。洗濯回さなあかん。洗濯コーナー。今日も1日あっという間に終わるんやろな。なんでこんなに洗濯物どんどんどん。はい、お水美味しかった。よし、私は大学芋を食べて身支度を整えます。2人だけで朝ごはん食べとこうと思います。誰も起きてないし、今日予定何もないから。予定がないってマジで退屈よね。朝から4時、4時半かな、ガラガラガラで起こされる。カワハギの甘辛煮だって、肝の。うん、うまっ。肝うまっ。なんかピザトースト。予定がないとね、9時まで寝とやら。7時には目覚めちゃうよね。コロくんが買ったオニオンスープ美味しい。コストコのやつやね。このヘキワリの納豆美味しい。かまんでも飲み込める。離乳食の納豆って感じ。私よりもね。じゃあ赤ちゃん向け。あんちゃんは初めてグーンって飲み込んでくれたの、納豆やの。うん、エミちゃん初離乳食納豆か。納豆が嫌いなんて関西人やった、関東人やった。関東かな。肝が味濃いすぎてピザの味が薄い。あれ、お父さん仕事なの。様です。謝罪会見がさ、言うで。じゃあね、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。反省のために坊主にした心でございます。顔にヤニヤすん。顔にヤニヤすん。この度は申し訳ございませんでした。何がやねん。迷惑をかけて申し訳ございませんでした。視聴者さんには迷惑がかかってない。僕が出てないということで、僕を押してくださる方もいると思いますので、申し訳ございません。そこです。僕一番ファン多いねんから。え、そうかな。心なしチャンネルよ。僕一番ファン多いねんから。みんな触りに来ますこれ。値段つけるな。何があったん。知らん人も多いからさ。何があったん。知らん人も多いですね。私が、重要なことはカットな。何をしたかはカットな。友達にちょっと大変なことをしてかしてしまったんで、1週間か、1週間か。火曜日、火水、木、金、土、日活動を休止させていただいて、
声がちっちゃい。友達に受けないことをしたがために1週間活動を休止させていただきました。どうでしたか？何してましたか？壁にボールを当ててました。チャレンジをしました。一生チャレンジしてましたね。フォロワーが21人に増えました。携帯もゲームも取り上げられて、外部との、ね、連絡手段は全て断たれております。はい、どうでしたか？1週間も経ってないけど。分からへん。何？普通に遊んでる感覚？感覚。反省はできた。1日目にあかんなと思って。うるさい。1日目はあかんなと反省して、2日目も反省して、で3日目から考えとくだけじゃなんか苛立ってくるなと思って。そう、様子を見とった限り何をもって反省って言ったらいいかが分からんかったやろ。だから携帯取り上げやって言われて取り上げられたんが反省なん か、それを返してもらったら反省したって認められたことなんかっていうのが分からんかったよね。何をしたら反省って思われるのかが分からず、ただヘラヘラ過ごしとったな。まあ俺にとっては不幸な1週間やったね。リバーチした。この間めちゃくちゃ喋りましたし、めちゃくちゃなんかいろいろしました。なんかしましたね、いろいろ。その髪は誰が剃ったんですか？お父さんが剃りました。仕返しされましたね。そうなん？だって坊主にした時俺がやったよ。あ、足崩すなこら。ごめん、俺こうやってやればママと対等な身長に渡り合い。この活動自粛をもって、顔ないわ、この丸コメみたいな。活動自粛をもって、活動再開をもって、この何をしてほしいかって、はい、学校もね、休んでました。はい、あの朝ちゃんと明日の朝な、謝るの忘れんようにねって言ってあげるから。なんか忘れっぽいもんな。そしたら覚えとるやろ。あくびしたやろ今。いや笑ってた。やばいよ、俺忘れるのさ。保健の先生一回さ、どういたりついてて、国語の教科書ね、今日忘れちゃったんですって言ったら、あ、じゃあ手に書いてあげるわ、こうやって書いてくれてる、こっち綺麗に。そしたらさ、帰ってからさ、手汗がすぎてなくなっててさ、忘れてて、で2日連続で忘れて。忘れっぽすぎやろ。まず忘れてはいけないのは、人に迷惑をかけてはいけない。そうです。でママちゃんが言いよった、ファミリーラインで、成績悪くてもいいから人に迷惑をかけるなとのことです。全部成績1にして、うちに四天王がいるじゃないですか、はい、私その四天王の最弱の一人なんですけど。ゲットした。私はね、そのだからママちゃんよりね、成績悪かったら悪かったで別にいいんですけど、学校生活うまくいってればね、それでいいと思うんですよ。ただ平均ぐらいは取ってほしいな、ワクワクって感じ。だから別にね、次テストが返ってきて、テストの結果が平均点以下でも携帯は別に返したらいいと思うんですけども、四天王のうちの3人がね特に厳しいんで。ジュリエ、トニーと、パパやんけど、俺は四天王がおって裏ボスがおって、チャンピオン。ズケさんは逆にあれやね、ママ寄りで弱い。残念、コメントをいただきました。心くん、大人を舐めているだの。おう、おう、舐めとんか、ほら。やんなごめん。だの、母親と父親が甘すぎるだの。言われました、散々いろいろ。私もそう思います。あなたは親を舐めている。そして、私とりゅうちゃんは甘い。私もそう思います。厳しくすべきだとは思うんですけど、言うて、見て。中学生です。まだ中学生。まだガキだぜ。汗すごい。どうかやねん。俺の手の方が汗。まだ中学生なんで、日米和平条約。ふざけたいお年頃です。そうです。いろいろ。お前が言うのそうです。まだ2ハンドルで下ネタで喜ぶ中学生です。まあいろいろ経験するでしょう、これからね。私横におったらニタニタしちゃうから、リュウちゃんサムネにしようか。俺そんな時もどういうとこ。なんでやろ。あんたは主役やからおらんのか。今のうちによしよししとくわ。はい、それね。言いたいことがあればどうぞどうぞ。ダメやね、本当に。どう反省しましたか？いけなかったなと思いました。何が？どういう人に迷惑をかけることがです。ちゃんとよ、全部意識を求めるな。
本当に迷惑はかけてもいいんですけど、かけてもいいよ。パパもめっちゃかけとるから、寝てるからいいんやけど、かけ方が悪い。もっと年を取れば全て法律で罰されます。それだけないように。まだ何もできんくなるね。とりあえずパパからは人の注意を一回でいきましょう、はい、それができとったら今回のこと起こってません。説教はもうね、あの裏でしてもらって、説教はどんどん裏でね、どんどん裏でしてもらって、どうしようかって無理捕まえるって。手と手が合う。自分で自分殴ったの。私はさ、楽しみやね。明日なんて言われるやろな。まず、そうからは、そうからは、え、お前どうしたから始まるの。明日待って、明日すぐテストの評価になる。でも、休んどった時に全部帰ってきてるはずやから楽しみやな。ツイッターの写真とかにも出る。今から1週間何もし、SNS 動画には出れるけど、これやからさ、これは1週間後やから、これやからさ、それまで坊主を隠しとるのかな。インスタグラムにもそう。皆様お騒がせしました。うちの我が息子が、妻が息子というわけです。今日何して過ごしますか。はい、日曜日です。でもまあまだね、ココロ君謹慎中なんで。どうするんですか。テニス行くんですか。ぶりしとこうから。ぶり好き。うん、いいよ。筋トレする。支部で。支部で買い発想いかない。支部で買い発想走れ。トレーニング声優になる。私は可愛いです。これ見て、犯罪者犯罪者。その時あのなら怖いっすね。なした今バシッ。はい、これからも頑張りたいと思うので皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。一回みんなに殴られとこうか。人より頃。ゆじです。ゴーくんのね、お祭りの用事でね、ゴーくんの地元に来ております。よかな、今マスク見とってな、気づいてん。猫の毛入っとっていつもこう取るやんか。猫の毛じゃない。マスクが毛羽立っている。マスク繊維やね。一日、2回ぐらいマスク変えとうねんで、なくすからな。なくすからマスク2回ぐらい変えんのに、いや、2、3日さ、つけとってこんなんなるんわかるけど、ちょっとあれじゃない。で、ゴーくんがどれぐらいかかるかわからへんから、一応パソコン持ってきてんけど、なんと SD カードケースを光のところに忘れました。できることが限られている。昼ぐらいまでに終わったらいいんだけど、終わらんかったら、これゴーくんの車やねんけど、勝手にどっか行ってやろうと思う。何取り読んねえ。なんか坊主心くんがなんかを書いています。花鳥風月なんでよかった。一文字一文字に気合が込められている。頑張れ心。書いてどうするんだ。メジャーメジャーメジャー。どうやって書くか忘れた。花鳥じゃないそれ。虫やろそれ。花鳥風月の蝶は鳥じゃない。花鳥風月になった。花鳥風月になった。花鳥風月になっちゃった。あ、もったいな。あ、最悪。じゃ、これに書かんといてよ。ゆうちゃんが出品してくれています。でも、ダイソーに行かないといけません。ってことは、そっち方面ですね、ご飯が。なんねん、その坊主心。なんでわかったの？坊主心。何してるの、あの人。変態なことして。もう変態やな。昔はこうやって。なんで顔の大きさが違う。坊主になったら顔でかくなる。はい、ダイソー行きます。写真を撮ります。パシャ。ココロくん、モザイクモザイク。はい、ココロくんテニスに行くそうです。はい、誰と。ワニと。いいですね。ママたちは支部にメルカリ作業行ってきます。土日やから多分もしかしたら先輩たちおるかもしれないから、ソワニーウキウキやで。じゃあ頭を広めやな。支部もう一回支部行って作業してきます。はい、ナナちゃんは宿題中で今レゴをね、今これ全部レゴ。あんだけ出したのにまだまだあるレゴ。レゴ忍者号とかレゴシティとかレゴマイクラとかね、いろいろあるんですけど、まだ大量にあります。これを出品しようと思ってます。開けてないやつとかもある。ななちゃんは宿題中です。あら、カバンで持ってきたん。なんかカバンに綺麗に入ってるけど。めっちゃ入ってるな。ああ、なるほど。そうなってたの。ダイソーでぬいぐるみ買わされました。ああ、まだまだ支部は片付きそうにありません。もうちょっと頑張ります。ただいま家に到着。おしっこされとった？されてなかった。大丈夫。いいの？小腹が空いてんやん。あ、大学院もな。うん。猫開けてくれ。お願いします。大学院も、これも皮ごとこのままいける。そう。へえ、うまいよ。うん。うまい。うん。
うん、うまいうまい。来た来た、ななちゃんのポポ、いやななちゃんのポポが来た。ってことは、ななちゃん今から LINE 入れれる。 LINE が繋がる可能性があります。うん、可能性な。え、私の携帯でなんか SIM 有効化しなあかんのやろ。ポポのドリームアンバサダーがスタート。そちらに参加しています。題して、子供たちにかっこいいところを見せたいホームラン競争とスポーツ大会を開催したいと思っています。スポーツ大会を開催するためには皆さんの惜しみない協力が必要です。詳細はね、概要欄にも書いてるんですけど、ノルマを達成したら応援してくれる方限定で特典があります。その特典がスポーツ大会にご招待で、遠方で来れない方にもお名前付きメッセージ動画お送りさせていただきたいと思ってます。応援方法なんですけど、キャンペーンコード PDA01 ココロマンをコピーしてください。それをポポのアプリをダウンロードして新規登録&SIM有効化をすることで応援することができます。一切お金はかかりません。重要そこもう一回言っといて。一切お金はかかりません。ポポの詳しい情報は動画の最後をご覧ください。ポポ、おい、SIM有効化よ。うん、なな、 Wi-Fi じゃない、 4G ってなってる。あ、ログイン有効化完了のお知らせ。こんにちはと、こんにちは、こんにちは、ななたんだよって送らなファミリーラインが急になったな。お願いしますって。んあ、時間がなくなっただね。あ、既読が、ああまた明日やな誰かこれやろな。やったね、念願のやな。じゃあ気付けたいも解約してな。なんとな、なんと朝と同じ場所で待機をしております。一回さ来てんやんか、ゴーくん。ほんでもう昼食べて、昼って言ってももう時間ないからって言って、もうそこのマクドでな食べてんけど、まだやることある言うて、なんと私待機を始めて5時間でございます。で今さ1時間寝とった。あれ持ってきたよかった、リンゴな。あスイッチ持ってきた、リンゴできたのにな。もう終わると思うねんけどはい、もうしばらく待ちます。空が獣を飼ってはるかのように、なんか見とる。こっちも来てもだ。え？おお、カットカット。ピー、今おかえり、どうやった？ふざけてる。調理にめっちゃうまい言われた。あのさ、奈々ちゃん LINE 入った。知ってる？奈々葉がさ、ほんまさ、なんで入れたんと思った理由がな。え、意味わからんぐらいさ、変な返事送ってくるやん。知らん。え、返事送らんでいいやろっていうことにさ、返事送ってくるやん。だからピヨピヨピヨ。大丈夫、下連絡ありましたよ。なんか言った、取り上げ中って書いてた。バレた。ブロックしたろ。兄としては複雑ですか。心くんが携帯取り上げ中。はい、やばれー。なくなったら、やばれー。一瞬でブロックしてやる。一瞬でブロックして。じゃあもうブロックしとけ。ハッキュハッキュバイとこ。じゃあもうブロックしとけ。俺もどうせブロックするから。でもさ、それでさ、あの心くんに何か用事の時に伝えてって LINE した時にどうしたらいい？じゃあ俺7と LINE 繋いだら、まるでって書いてブロックしとくわ。7ハッキーって書いてブロックしとく。はい、英語でじゃあそれをどうやって書くか言ってみてください。カタカナでハッキー。わかりました。はい、平和によろしく。あ、足ばかれるで。あ、中指立てられると、あ、叩かれた。もうほら、叩くな。頭叩きやすいからって叩くな。切りますよ。ああ。ココロくんが動画解禁になったので動画が撮りやすいですね。そう、ななちゃんがね絵を描いてます。大丈夫か？チリンの笑う、リンが感じで描けたね。私ね、くら寿司のお茶が好きなんですよ。だから今日買ってきました、くら寿司。このお茶マジ美味しい。待って、明日月曜日。ちょっと待たなあかんな。さあ、ズームやってる間にリュウちゃんが猫の砂をやってくれるであろうと確信し、晩ご飯に行きましょう。ほら、猫たちが待っている。ほらほら、猫の砂だけじゃなく餌もやってやる。さあ、何ですかこれは。香川の一角。キャベツも食べてもらいます。みーちゃんにやってきたらこっちにされとん。見てください、イカ。みーちゃんが送ってくれました、ありがとうございます。一回見せた方がいいんじゃない。骨付き鳥一角。そっち見せた方がいいわ。ひな、こんな感じ。見して見して。じゃーん、うえー、匂い伝われ、匂い伝われ。ほ
ら匂い伝われ。全部奈々に来たよ。やばい、クリスマスでもないのに。うん、LINE に奈々ちゃん入ったやろ。入った入った、9人になったやろ。奈々ちゃんもあんまり9時以降は LINE しないよね。私寝てるからやって、うん、大丈夫。その時間になったら奈々ちゃん時間制限で使えなくなってるから。え、ドリルに緊急っていう紙を貼ってぐるぐる回す。頭回ってます、頭回ってます。やめて、使いすぎて持って。この音も口開いてる。なんか運動会の後とかさ、なんかいいことがあった後とかに行く店。めっちゃ高い、高級な。そうなん、そうやで、高級なお店よ。そうなん、そうなん、そうなん、それで有名なん。そう、私ら知らんな。ひな鳥と親鳥。いただきます。はい、はい、はい、いいの、いいのも美味しい。心くん、うん、まるごめん、ひいじ怒られよったで。パパ今日の朝ひいじ怒られよったよ。パパがこっちにパン持ってこいってたのよ今日の朝。あ、ナナ注意しようかなと思ったらさ、あのパパがさパン置いてさ、ナナがじーって見とったらパパがさ、あのなんかこっち見てるの気にしてるんか分からんけどさ、やめて。うわ、せこ。ナナが言う前にやめてた。すごいやん、それは言われる前に自分で気づいた、素晴らしい。いただきます。食ってみる、これ。めっちゃ辛いで。食べ応えあるやろ、ね、はまあ、よだれやくや、心のよだれが。うわ、怖い怖い怖い。パンパンに入れるね。トップ言って、え、パンパンに、うん、骨がついとうっていうのがいいよね。うん、なんか舌がつるっぽいやん。リュウちゃんの食べ方がうまい。なるほどちゃん、あほ、あほ、元気やと、ね、すごっ。ほんまになんかさ、こう、何、ほんまに試合で、何、もう俺が点取って勝ったとか、そんなんじゃないと連れてってくれんかったもんな。うん、うまい。野菜食べてください。ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。あれ、今糖度落とした。ナナが持ってやがる。わかって。もう、それなんけ。いや、野菜を10個に分けた、あの10個に分けた9個を食べた。うわはい、私メルカリ作業してます。じゃあ7時からズームしていきたいと思います。この前ね発表したポボのねキャンペーンの説明をねズームでしていきたいと思います。あと8分で開始。じゃあ行ってきます。3枚じゃあパパと入る。あるで、じゃんけんに勝ったらパパと入る抜いたろ。じゃんけん、はい、あいこでしょ。あ、パパと入るを抜きます。おい、言うな。え、どっちかな。な、何よ、なな口臭。あ、バイバイ。バイバイ。バイ。僕は動画が終わったらマウスピースをつける。第2、心くんは頭から洗浄してこないように対策をする。第3、猫と寝る。第4、動画を撮っている。いや、じゃあマウスピースつけてたらね、動画喋れないので、動画撮ってからじゃないとマウスピースつけれないんです。なんで猫ってさ、猫がいっぱいいると喧嘩をするんだろう。ココロくんがみーちゃんで、レイチェルがナナやとしたら合ってると思う。なん、ココロくんがオウくんで、ナナがキャスやったら合ってると思う。あくびが多いね。こんなうるさい中でまだね、もう先もういいわって言って反対方向向いて寝た。心くん向こうで寝てよ。
でも自分の部屋があるだけマシやん。話しかけてくんなって言うんやったら、話しかけてこんように自分の部屋で寝たら、こっちで寝る意味がわからへんねんけど。はー、寝る、と、う、ろく、よろしく、バイバイ。へへ、バイバー。長くなおかし、何十万、合計で、過去行くまでへ、これご飯はここ。コウ君今日ちょっと早く寝れるな。素晴らしい。明日おにぎりだけでいいかな。なんかね、明日から外力がおにぎりしかいらん方がいいよ。今日ちょっとサボっとったから痛いというわけで、皆さん明日からまた。そう、最近モフモフが戻ってきたのはちーと。おやすみなさい。おやすみなさい。ホットモットフィールドコーデを貸し切ろうというわけで、はい、ポポのドリームアンバサダーに参加させていただいております、はい、ポポってなんじゃらほいって方がね多いと思うんですけど、 KDDI さんの アカウントを新規開設すんねんけど、持ってる端末もあるけどもう一台持とうよっていう。ポポ2、ポポ 2.0 は乗り換えなしで利用可能です。例えば1台のスマホで2つの回線が使えるんですよ。 SIM カードと SIM があって、あのメイン回線とサブ回線って言って電波がねこう切り替えができるの。今使ってるキャリアのもできるし、 KDDI さんの電波を使うこともできる。そう、家に帰ったら Wi-Fi もつながるよっていう。で、基本料金0円で必要な時だけデータを購入することができます、はい、だから月額費用なし、自動課金なし、期間縛りなし。半年使わなかったら自動で登録が解除されるな、はい、登録するだけでは料金は一切発生しません。しません。でね、重要なのはどうやって登録するかでしょう、多分、うん、あのみんながね、簡単かどうか難しいんでしょ、そういう登録ってなるやん。それが、ポポへの登録に必要な3点。ご本人確認書類とクレジットカード、あとご利用端末、iPhone XS と XR 以降のシリーズだったら何でも使える。誰でも使える。で、登録方法なんですけど、さっき言った通り、本当にあのキャンペーンコードをコピーして、アプリをダウンロードして、新規会員登録で SIM カードを有効化、 SIM を有効化っていうのをしたら、カードが1日で届くっていうことかな、うんうん、本当にそれだけでお金もかかりません、はい、皆さんの応援で開催が決定するっていう話なんですけど、どういうことかって、新規開通してくださった方が目標の人数に達成したら、私たちのこの夢が叶うんですね。応援してくれる人が多ければ多いほど、もっともっとフィールド神戸が貸し切れるというわけです。そうでございます。で、私たちは何がしたいかって、あの4年前5年前にやっておりましたスポーツ大会を復活させたいと思っております。そうです。コロナ禍以降できておりません。何がしたいかって、うん、あの子供たちにかっこいいところ見せたい、野球をやってきたりゅうちゃんがホームランチャレンジをねしたいと思ってるのと、皆さんをご招待して皆さんとね一緒に遊びたいと思っております。スポーツ大会って言っても子供から大人まで参加できるものなんで、幅広い方がね楽しめると思います。対戦お一人様のご参加となります。まあ詳しい話はね、私あのツイッターの方で説明したいと思っておりますので、ヒカルのツイッターもぜひチェックしてもらえたらと思います。そしてですね、やり方がわからない。フォローって何なの？やり方がわからない。ヒカルさん何すんの？わちゃわちゃってなってる人がいらっしゃいましたら、あのヒカルがツイッターで随時、ズームを開いて、直接ご説明させていただければと思っておりますので、あのヒカルと喋りたい方だけでもぜひ、来ていただけたらと思います。あの顔出しなしで。顔出しなしで、ミュートで大丈夫なんで。はい。はい。ヒカルを見に来てください。そんな会に合ってるかな合ってるかな。やり方もね全部説明しますんで、あとはノートに詳細書くわ。だー、やり方と、いやもうこのアンバサダーのこの件に関しては、ほんまにもう皆さんに背中を押していただかないと、私どもの夢が叶いません。そうです。はい、ご協力をお願いします。というわけです皆さん、それじゃあまた明日も良い一日をお過ごしください。はい、おやすみなさーい。明るきっと大丈夫、いつも昔